にゃーにゃーんどうも、こんにちは。シュン TV 集のシュンです。シュン TV 集のラジオトーク、ね、ー第140回パート1402020年8月20日のラジオトークですってことですね。もう8月もあと10日ぐらいでね、終わるわけなんですけど、まあ、終わっちゃうわけなんですけどね。 えーっと、まあ、今日のダリオトークは、まあ、いつもごとくね、パートの、いや、えー、15とのね、パートは、特にね、何もテーマを決めない、かな、<laughs> 特にテーマを決めないダリオトークってことでね、やっていきます。なので、パート140のね、ままでですねだ、あの、えっ、ー、と、サブタイトル的にはそんな感じになるかなと思います。てか、もうダリオトークもパート140なんですね。あと10日ほどでパート150になるんだけど、<laughs> <laughs> あれで、パート140ってことは、自分4ヶ月ぐらい左の投稿やってることになるんですけど、あれあれでみたいな感じなんですけどね。まあ、でも、まあ、パート140ってことでね。まあ、なんかね、特別な話しようかなと思ったんですけど、えっ、ー、と、まあ、いつものごとくねあの、話始めたら何も出てこないっていうね、謎のね <laughs>。 <laughs> 謎のね、なんか、うんね、謎の感じにね、ちょっと、まあ、なっちゃってるので、まあ、あのー、機能、機能かな機能確か8、8、月の新シリーズ、なんか作ってます的な感じでね、言ったと思うんですよ。で、あのー、顔のアイコンもですね、ゲーム実況の方でも使おうかなと思ってたんですけど、たんですけど、まあ、あのー、まだね、ちょっと準備がね、ちょっと、まあ、かかるので、 多分あのー、なんか、あのー、アニマドッタとかでね、試してから、あのー、いつものスマホのゲームとかでね、やろうかなと思います。なぜ、なぜ最初、うま,うまいまどったでね、うん、試すんでしょうかね。<laughs> えー、っと、まあ、きょう、まあ、あのーったああのー、アニマドッタシリーズは、ジャックポットを獲得するまね、続くシリーズなので、えー、っと、まあ、最終回がね、まあ、唯一、まあ、見えてるシリーズかなって思います。 <laughs> 唯一ね、唯一。あのー、ね、あのー、ポケモンソードとかね、まあ、ストーリー終わったんですけど、まだね、鈴木のストーリーあるってことでね、まあ、続けてますし、熱盛も、熱盛は1年やったら最終回にしようかなとか思うけど、どうかな、わかりません。 あと、スマホゲームとかね、あのアプリがサービス終了するまでは、続くシリーズになるので、まあ、唯一ね、何、は、者、い、ったのジャックポット獲得目指すシリーズがね、もう唯一ね、最終回できるかなっていうシリーズなのでね、さあ、何パートで一体最終回になるんでしょうか、ってことでね。まあまあまあ。 15パートぐらいでね、あのー、まあ、差し控えに頑張ろうかな、<laughs> したいなと思います。いてことで、今回の動画、まあ、今回のラジオットこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。最後に神田。